はい、ということで皆さんこんばんは、ショータイムです。今回ですね、今日行われました5時キックオフで行われましたルヴァンカップ準決勝第2戦のサンフレッチェ広島対アビスパ福岡の試合後感想やっていきたいと思います。まずは広島、サンフレッチェ広島に関わる皆さん、8年ぶりの決勝進出おめでとうございます。おめでとうございます。本当に歓喜でした。歓喜です。歓喜でしたね、本当に。はい、8年ぶりの決勝進出と、初の新国立でのプレーになりますよね、サンフレッチェの選手の方々は。はい、はい、いやー、ということでもう感慨深い、もう本当にね、いろいろ話したいことたくさんありますけど、はい、まあ、まずは試合後感想ということで、今日の試合の感想を喋っていこうじゃないかということでね、いつも通りやっていきたいと思います。あ、その前に、はい、今日の生配信中にもちろんね、たくさんの方々の本当ご協力もあり、見事このショータイム9000人突破いたしましたんで、新国立にも行けて、ショータイムも9000人行ってということで、本当にいい一日でしたね、シルバーウィーク最終日。素晴らしいです、はい。なので、まあ、ここからね、1万人へ向けて様々な企画も用意しておりますし、まあ、1万人達成し記念にはいろいろな、コラボも考えておりますので、ぜひぜひね、チャンネル登録のご協力よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、早速喋っていきたいんですけれども、まあ、第1戦は、まあ、もう皆さんご存知の通り3対2かということで、はい、まあ、アウェーゴール3点取りながらも、ラストプレーで2点目をぶち込まれるという、まあ、正直広島というと良くない流れというか、負けているにもかかわらず、おせおせムードだった福岡というところでホームに迎えて戦う、まあ、今日の対決でしたけれども、またスタメンもね、ちょっとびっくりというか、藤井選手がまたどっかへ失踪してしまいましたね。はい、なんですかあれは。なんなんですか本当。ちょっと事情説明してほしいぐらい本当にもう謎なんですけれども、まあね、その代わりというか、右ウィングに入った野上選手もしっかりとフルフルで活躍をして、最後の最後には、まあ、住谷選手もね、快速ドリブルを披露したり、本当に、まあ、他の選手がね、今活躍してくれてるんで本当にいいですけど、まあ、藤井選手の動向もね、ちょっと気になるとこなのかなという現状でございます。っていう感じで、まあ、センターフォワード変わらず、まあ、右ウィングもそうですし、第一戦から変わってないのか、そう考えると、うん、誰も変わってないよね、ドーグラス選手だしっていう感じで、まあ、広島変わらず来て、福岡は、まあ、結構変わってきたというところがあったんですけど、センターバックが奈良選手、グローリー選手はいなく、三國選手、宮選手という、まあ、ここはね、ちょっと広島にとっては、まあ、この対人の強いグローリー選手だったりっていうところがいなかったのは、まあ、ちょっと良かったのかなという点で始まった第2戦であります。そこからまあちょっと回線の不具合があって、開始15分本当に見れなかったんですけど、まあそこから、立ち上がりちょっとね、福岡を押し込む展開もあった中で、いや、まあ広島も、見始めた頃ですから、まあ、20分過ぎぐらいですか、からしっかりと盛り返して、まあ、河村選手がポスト当てるシーンであったり、まあ、でも決めきれないという前半で、うん、まあ、広島としてはでも、まずは先制点取られないっていうのが第一にあったので、はい、まあ、そういうところでは、まあまあまあ、よしよしっていう前半だったのかなと思っております。まあ、そこから後半というところも、なかなかチャンスを作ることができず、うん、結果的に9本、10本ぐらい、シュート打ったものの枠内は2本。はい、で、まあ、決定的とはまあ言い難い、うん、まあ、90分の攻撃のところだけ見ればね、だったのかなと思っております。まあ、ここはリーグ戦だったり天皇杯、まあ、もちろんルヴァンカップ決勝というところもあるので、まあ、ちょっとここ数試合で、停滞気味というかというところの攻撃陣を、まあ、さらに活性化していきたいなというのは今後の課題に上がってくると思われます。まあ、ですが本当に最後の最後というかラスト20分ぐらいか、はい、福岡がどんどん猛攻仕掛けてくる中、怖かったね。一時は何、クルーク選手、ルキアン選手、ファンマ選手、ジョンマリ選手、ヤハギ選手、むちゃくちゃでしょ、もう怖すぎでしょ、怖すぎた。ベンチでも着替えてるシーンで俺もヒヤヒヤしてたもん。怖いよ。もうですけど、それでね、第1戦っていうところは2点やられちゃいましたけど、はい、まあ、しっかりと改善して、うん、今日は見事無失点で終えれたということで、素晴らしい。まあ、オンザマッチに大迫選手がね入りましたけど、はい、まあ、佐々木選手、荒木選手、翔谷選手含めて、まあ、その他の選手もそうですけど、本当に無失点で守れたっていうのは、まあ、ここが逆に前節からの成長点というか、まあ、リーグ戦につなげていくべき点なのかなと思いました。まあ、そうですね、そんな感じの、まあ、0対0だったので、特段、まあ、得点シーン含めて話すところはありませんけど、まあ、そんな感じでしっかりと無失点で終えることができて、8年ぶりのルヴァンカップ決勝進出ということになったので、本当にね、まあ、広島としては誇らしいというか、まあ、今季リーグ戦はちょっと優勝が難しい中で、うん、
まあ、天皇杯ルヴァンカップでなんとかタイトルを取りたいという中で、まずは決勝に行けたっていうのは本当に大きいと思いますし、まあ、大迫選手も言ってた通りここで満足することなく、まあ、しっかりとタイトルを取って、はい、まあ、星はつけたいなっていうところですよね。はい、本当にそうですし、でまあ相手の話をちょっとするとくしくもセレッソ大阪としかも 4-0 だよ。 4-0 だよね。で合計 5-1 でしょ。もう絶好調やん。しかも最下だからね。やばいよ、考えられないね正直。はい、ですっていう相手で、まあ、4回やって今のところ3連勝中であるものの、うん、やりやすいかって言われると正直、まあ、サポーターとしてもやりにくい、うん、うん、まあ、どっちが来てもやりにくさあったんだけど、うん、まあ、逆にやりすぎてっていうのは多分選手あると思うし、うん、っていうところではね、まあ、どっちが良かったのかっていうのは正直分かんないところあるけど、はい、まあ、またセレッソかっていうのが正直な感想だと思いますし、うん、まあ、おそらくセレッソサポとしてもそう思ってるんじゃないのかなっていう感じですよね。そうだね、うん、なんでまあここから、まあ、ルヴァンカップ決勝は10月22日、まあ、約1ヶ月ぐらいか、うん、開くので、まあ、そこから、ここからはリーグ戦であったり、まあ、天皇杯っていうところが入ってくるので、まあ、怪我人を出さずに、まあ、最高のコンディションでどの11人がピッチに立つのかっていうところを含めて、またね広島内でも競争起きてくると思うし、はい、まだ誰も立ったことない新国立っていうので、うん、俺がやってやるぞっていう思いはみんな強いと思うので、はい、まあ、ここから競争して、またタイトル獲得に向けて頑張っていってほしいのかなと思いました。まあ、そうですね、まあ、セレッソ大阪、まあ、それでいうとあのルヴァンカップ決勝の前はまたコラボ配信するってなると3回目4回目か、まあ1回一家は1人でやったので、うん、まあ、七子さん二子さんに続くも今回3回目ということで、本当にキャスティングが大変ですけどまあちょっとね、なんかやってほしい方だったり、はい、まあ、こういう形でもう生配信見たいのがあればぜひコメントにくれたらなと思いますし、まあ、それでいうとね、木曜日に、今週木曜日に浦和レッズの事前配信の方では、はい、もうちょっとね一個進化した試合前コラボ放送というのもやりたいなと思っておりますので、まあ、ぜひぜひチェックしてくれたらなと思っております。まあ、そうですね、この対戦成績のところでいうと第1戦が2対3で0対0だったんで、まあ、結果的に見ると3対2で広島は勝利したわけなんですけど、はい、まあ、アビスパっていうところも今でいうと残留争い中ということで、うん、まあ、絶賛苦しい状況ながらも、まあ、それを感じさせないぐらいの正直迫力というか、まあさすが去年もね、本当上位に上位争いをしていただけに、まあ今年はなんでこの戦力でこのサッカーをしていて残留争いなんかってちょっと気になった点はありますけど、まあなんとかね、また来年もアビスパとやりたかったり、アビスパの福岡のスタジアムにはまだ行ったことがないので、まあちょっと行きたいというところ含めて、まあ今後のリーグ戦での活躍っていうところも応援していければいいのかなと思いますね。はい、はい、っていう感じで、まあ、広島のところでいうと、まあ、リーグ戦も、まあ、正直ね、動画でも上げた通り可能性はわずかながらにしかないので、はい、まあ、残りの4試合4連勝する気持ちで挑むしかない、この広島ということでありますけど、まあそこ置いといても本当にもう嬉しいの一言かな。決勝だぞ、ルヴァンカップ。はい、決勝だよ。そうそうそう、だからなんだこれまで、まあ、パリ対川崎の試合であったり、うん、まあ、何回か新国立は行かせてもらってるんですよ。はい、でまさかこの広島を見に行ける時が来るかとは正直思ってなかった。あ、今年始まった頃に関しては、はい、だそれでいうと本当にここまで持ってきた、まあ、3位だし、うん、で天皇杯ベスト4ルヴァンカップ決勝進出っていうところで考えると、スキッペ監督の、はい、本当腕の凄さというか、まあ、手腕すごいよ。わ、半端ないですね正直。半端ない、半端ない。生放送でもフロンターレサポーターの方が荒木選手欲しいとかいろいろ言ってたけど、うん、まあちょっとスキッペ監督怖いなっていうぐらいの本当に活躍をしてるので、はい、まあまあまあ来年以降ね、本当に、まあ、今年はとりあえず、まあ、僕自身の考えで言えば一つタイトル取ってほしいし、うん、まあ、来年再来年っていうところで ACL 出れるようになったら、まあ、ACL でも活躍してどんどんね、まあ、この J リーグに広島の名を轟かせてほしいなと思いますね。はい、それでいうと普段知らない方も地上波で、うん、この広島のサッカーを見れるっていうのは本当に、まあ、一広島サポーターとして嬉しいし、まあ、広島を広めたい、まあ、J リーグを盛り上げたいということでこのチャンネルもやってるので、はい、まあ、ぜひぜひね、普段見ない方だったりっていうところも誘って、ルヴァンカップでも行ったり、テレビ誘ってみてはいかがでしょうかということで、はい、そんな感じですか。まあもう本当にここまで話しましたけど、とりあえず最高ですっていう一言に限りますね。はい、はい、でも本当に
これまで事前配信であったりコラボ配信っていうところであったり、うん、まあ、同時配信もやってますし、この感想動画っていうのも本当残りカップ戦合わせても本当に少ない、うん、5、6試合7試合ぐらいか、マックス7試合か、はい、天皇杯合わせてもっていう、もう本当悲しいですけど、はい、まあ、残りの7試合で広島をよりね、広められるようにっていうのもそうですし、オフシーズンも、まあ、いろんな企画用意してまあ、しも本当考えまくりだね最近は、うん、1万人のことだったり1万人達成記念ということでドギツイのも持ってきたり、はい、まあ、その今オフはどんなことしようとか、まあ、本当にいろいろ考えてるので、はい、まあ、ぜひ楽しみにしていただいて、まあ、今のうちにチャンネル登録しておけば、まあ、このオフはそうですね、はい、まあ、暇にならないんじゃないのかなと、はい、思いますので、はい、ぜひぜひ1万人向けて残りもう1000人切ってますので、1000人だ、もう3桁よ、来てるよ、来てるよ、はい、ということでチャンネル登録よろしくお願いします、お願いしますということでね、まあ、今週末は冒頭にも言った通り、土曜日が試合なんですけど、金曜日前日配信ではなく前々日、まあ、ちょっと都合にもより、はい、浦和レッズとのコラボ配信は木曜日ですけど、面白い配信になると思いますんでチェックしてほしいと思いますし、浦和レッズ戦は僕らもね、はい、現地観戦行くので行きます、あったらお声かけいただければなと思います、はい、ということでまた明日の動画でお会いしましょう、今日もご視聴ありがとうございます、ではまた、ボーお疲れ様でした。